どうもこんばんは、NM です。今回も超人 X の考察やっていくんですけど、東の超人の正体について考えてみました。東東戦争の超人説。今から70年前、超人大統領である戦争の超人クイーム率いる超人国家大ゲルダが、大和の地を含む大東亜への侵略を行いました。これを超人大戦と言います。超人の世界では、一つの世代に一人は一つの世界を滅ぼすほどの力を持つ超人が生まれると言います。国家分断の強制、戦争の超人クイームもその一人。世界を滅ぼすほどの力を持つ者は、超人たちから恐れと羨望を込め、超人 X と呼ばれていました。超人 X 第21話の冒頭では、戦闘機、ナイフ、鎧、銃の描写があり、東がかっこいいなぁと発言しています。そして第19話の冒頭で、これまで獲得してきた数々のトロフィーや賞状、優勝旗を睨みつける東の描写、このことから東は戦闘狂であると推測できます。第21話で超人化した東は、腕から刃を出したり、梅沢リリカの巨大なハサミをコピーして大量に両腕から出したりと、武器を自由に生成できるようです。武器や兵器に憧れていた戦闘狂の東にふさわしい姿と言えるでしょう。このことから東東は戦争の超人クイームと同じ戦争の超人かもしれません。クイームは最終的に身長が2メーター80センチまで伸び続けたという記録があり、これが超人化によるふさわしい姿への変貌であり、クイームがもともと持っていたコンプレックスなのだとすれば、身長が低いことを気にしている東と似ている部分ではあります。またオメガタワーの魔物が薬で意図的に超人を作り出そうとしており、私の獣が生まれたと発言していたことから、時岡東のどちらかが獣であり超人 X と思われます。最新話の第24話で、東は布の超人と呼ばれていますが、布は英語でクロスであり、クロスなのだとすれば、超人 X は東かもしれません。仮に獣が東であり、東が戦争の超人だった場合、当の一派はクイームの復活及び70年前の超人大戦を再び引き起こそうとしているのではないでしょうか。超人 X のクライマックスは、超人大戦が再度勃発してしまう展開になるかもしれません。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。